いくら大声出しても君の声はもう誰にも聞こえないんだよ <laughs> ん君が気づいていないだけで <laughs> 僕は全部わかってるんだよ <laughs> これは <laughs> 僕の愛情なんだよ いいらっしゃいどうぞ <laughs> 大切な友達と一緒にいたのに急に呼び出してごめんねああ適当に座ってうん引っ越してやっと荷物も片づいたし君に見せたいものがあるんだあ,あそういえばここに君が来るの初めてだよね どう前の家より広いでしょそうインテリアにもこだわってみたんだ <laughs> そんなに楽しそうにはしゃいでる君久々に見たよううん、うん、いいよ好きなだけ見てそうキッチンも広いでしょ二人で並んで料理するにも 十分な広さだよねうん食洗機も買っちゃったさすがよく気づいたねほら君の手が荒れたりしたらかわいそうでしょあ見てお皿も君が好きそうなの選んだんだこれから毎日使うものだしねん部屋を見たいのもちろんいいよ えーとねこっちが寝室日当たりもいいし最高でしょえっベッド前とおんなじだよあ <laughs> 部屋が広くなったからベッドが小さく見えるのかもね <laughs> ああごめん飲み物出すの忘れてた喉乾いたでしょ あっちでなんか飲もうかんどうしたのああその部屋 <laughs> 気になるそこはねとっておきの部屋なんだそう鍵をつけたから僕しか入れない特別な部屋みたい もちろんいいよ。だって君は僕の特別な人だからねはいどうぞああ暗くて見えないから電気つけるね すごいでしょ今日からここが君の部屋だよねえほら見てこのクローゼットの中君に似合いそうな服を僕が選んで揃えたんだほらちゃんと下着まであるよど気に入った 君がいつも着けてる下着は好きじゃなかったから男を誘うようなデザインが嫌でたまらなくて許せなくてそれに最近君は服のセンスが変わったよね前は僕が選んだ服しか着なかったのに今着てるその服は何全然似合ってない そんなに肌を露出して、誰に、何をアピールしたいの <laughs> ああ。あれか。君がさっきまで一緒にいた、あの大切な友達が、選んだ服だから、余計に似合ってないんだな。あハハハは。ほんとセンスねえなあ、あいつ。 今すぐその服を全部脱がしたいくらい、全然似合ってない。待って、どこに行くつもり帰るって、もしかして、あの友達のとこかふざけるな絶対に行かせない。行かせるはずないだろ。なあ、僕が何も知らないとでも思ってんのバ馬鹿にするなよ 僕は君の彼氏だよ知らないはずがないだろ君があの友達とどこで何をしているか2人で何を話しているか何を企んでいるのか君が気づいていないだけで僕は全部わかってるんだよあいつのせいで急に君は僕に冷たくなって。 あいつがいるから、僕と会う時間も減った。だから僕は、ここに引っ越して、君のために、この特別な部屋を作ったんだ。君が、ずっと僕のそばにいれるように。君が、あいつと、いや、 あいつだけなんかじゃなくて俺以外の他の男と今後一切関わらないようにね心配しなくても大丈夫君がここにいる限りあいつは何もしないただ君がここから逃げたり また俺を裏切るようなことをしたらその時はね言わなくても君が一番よく分かってるだろう <laughs> 俺の彼女なんだから。 分かってどうせだよな<笑>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 大事なことを言うの忘れてた。 この部屋は光が入ってこないようにしてるし、音が漏れないように防音にしといたから、君が反省するのに、ちょうどいいだろねえ、聞こえなかったいくら大声出しても、君の声はもう誰にも聞こえないんだよ いい子にできないならもう電気も消しちゃうけどそれでもいい <laughs> 君は僕を裏切った悪い子だからこうでもしなきゃいい子に戻れないだろうこれは… 僕の愛情なんだよ優しいだけが愛じゃない君は辛いかもしれないけどこういう厳しさも時には必要なんだなあわかるだろどれだけ俺に愛されてるか 君に一番必要なのは誰なのか今なら痛いくらいによくわかるはずだよなうん泣いてるいいよ我慢しないでいっぱい泣きな 俺よりあいつを選ぼうとした君の愚かさに俺を裏切ったことに君自身がもっと傷ついてたくさん後悔して俺と同じ苦しみを存分に味わえるなんて <laughs> 君も幸せだな <laughs> <laughs> 僕はずっと待ってるからだからいい子だった頃のお前に早く戻ってねそれまではお仕置きだからなこれからもよろしくね大好きだよ